ヤブレベニタケは、ベニタケカベニタケ属のキノコの一種。別名を、赤カフチベニタケという。英語圏では、ラスラロセア、あるいはラスラレプダと呼ばれる。傘は、直径50センチメートルで、裏の日だと、柄は、クリーム白色。幼児は、まんじゅう型で、成長すると開いて平らになる。表面は、赤色で、微粉状、表皮が不規則にひび割れて、 モザイク模様を表すこともある。成熟すると傘の周焉部が裂け、名前の通り傘が破れていく。本種の特徴として、傘の縁で表面の赤色が裏側のひだにつながっている。群生する、破れ紅竹夏から秋にかけて、小奈良族、カバノキ族、ブナ族などの落葉紅葉樹の林内地上で採集されることが多い。時には、松族、モミ族、 頭皮族などの樹木の元にも発生する。これらの樹木の生きた細根との間に外生菌根を形成して生活しており、群生することが多い。北半球温帯地方に広く分布し、日本でも低地の公園林など各地で比較的普通に見出される。無毒であり、食用になるが美味ではない。毒ベニタケと非常によく似ており、安易に食べることは推奨されない。 ありがとうございます。